保さんの TikTok さすが芸人さんなだけあってとっても面白い。でも一個だけ気になることあるの。いいけど別にいいけどいいんだけど、バレるかバレへんかくらいの加工をしてますよね。いやいいです、別にいいんですけど、でもいつもバレるかバレへんか絶妙なラインの加工を使ってますよね。ねえ大久保さん、いやいいんですけどね、別にいいなら言うなよ、別にいいならいいだろ、別にしないときついんだよ、別にいいなら言うな、おい。